XO-1 は冠座の11等星。太陽系外惑星が一つ発見されている。G1V のスペクトルを持つ黄色矮星で太陽とほぼ同じ質量と半径を持つ。外野計画で計測された年収しさによると地球から約536光年の位置にある。2006年に XO 望遠鏡を用いたトランジット法によって XO-1 の周囲を木星程度の大きさの境外惑星 XO-1B が公点しているのが発見された。XO 望遠鏡による惑星捜索を行うのは、ボルチモアの宇宙望遠鏡科学研究所のピーター・マカラウが率いるプロとアマチュアの天文学者からなる国際共同観測チームで北アメリカとヨーロッパの4人のアマチュア天文学者が 速攻の追観測で重要な役割を果たしている。テキサス大学のマクドナルド天文台にあるハーラン・ジェスミス望遠鏡とホビー・エバリー望遠鏡によって分光観測も行われ、XO-1 の性質や惑星の質量も詳しく推定された。スーパーワスプ計画でも独立に惑星が検出されている。2019年、世界中のすべての国、 または地域に一つの境外惑星系を命名する、機械を提供する i a u 1 0 0ネームエクセワールズプロジェクトにおいて XO-1 と XO-1B はルーマニアに割り当てられる境外惑星系となった。このプロジェクトは国際天文学連合100周年事業の一環として計画されたイベントの一つでルーマニア国内での先行国際天文学連合への提案を経て 太陽系外惑星とその主星に固有名が承認されるものであった。2019年12月17日、IAU から最終結果が公表され、XO-1 は、モールドブヤヌ、XO-1B は、ネゴユと命名された。モールドブヤヌは、トランシルバニアアルプス山脈派柄主山群にある、ルーマニアの最高峰モルドベアヌ3に、ネゴユは同じく、 ファガラシュ山群にある、ルーマニア第二の後方、ネゴユさんに、それぞれちなんで名付けられた。ありがとうございます。